しちゃんも頑張るぞ。え、ちょっと待って、しおんちゃん。え、霊夢どうしたのよ。どうしたのじゃないんだよな。逆にこっちがどうしたのなのよ。なんなのその衣装。えへへ、かわいいでしょ。かわいい。実はシオンの衣装は一種類だけじゃなかったのよね。言ったでしょ、期待しててねって。かわいすぎるんだけど、シオンちゃん。シオンちゃん。おい、ゆゆこが暴走してるぞ。ゆゆこ様は可愛いに目がないので。はぁ、ひどい目にあった。シオンはいつでも新鮮な気持ちで見てもらいたいがコンセプトになってるから、これからも新鮮さをお届けできたらいいな。シオンちゃんのこの衣装も気に入ってもらえたら、ぜひ高評価をお願いします。それはそうと霊夢、今日はどんな世界なの？ふっよくぞ聞いてくれました。今日の世界はすごいのよ。え、そうなの？なになに？今日の世界はね、私が最強の世界。はぁ、え、何を言ってるの？プレイするのがシオンなのに霊夢が最強だからって関係ないじゃない。まあそうよね。まあ詳細はプレイしながら説明するわ。さあシオンちゃん、堪能したまえ。なんだかなぁ。なんなのよもう。霊夢が最強ってどういうことなの？まあいいや、とりあえず普通にサバイバル開始しよっと。なんか孤島みたいだからとりあえず木材を集めて脱出かな。シックちゃん、今回の企画はクラフト素材として占領が必要になるわ。え、占領？何の占領を集めたらいいの？私たちのイメージカラー、赤、黄色、ピンク、灰色、この4色の占領をそれぞれ8個ずつ集めてちょうだい。え、4色？最強なのは霊夢だけじゃないの？まあそういうことね。私たち4人分のアイテムが作れる世界なのよ。ふむふむ、なるほど。なんかちょっとずつ楽しみになってきたかも。よし、それじゃあ木のツールが作れたから占領探しをしようかな。この島に占領あるかな？その4種類の占領って普通に集まるの？わかんない。確か灰色は白と黒の占領を混ぜないといけないんじゃなかったでしたっけ？他の3色は対応した花とかから作れた気がしますが。なんかそんな感じだった気がするよな。ふむふむ、まあとりあえずそれらしい色の花とかを集めてみたらいいのね。よし、それじゃあ占領探しに行くぞ。花、あ、あったあった。これ絶対にピンクの占領が作れる花でしょ。ふふふ、いきなり見つけちゃうんですね。よし、これでオッケー。ピンクじゃないんですか？残念だけどその花は赤紫色だったみたいね。そんな、あ、ポピーが生えてる。お、いいじゃないか。赤の占領はあれで確保できそうだな。ちょっとその前に砂利だけ確保しとこっと。よし、これでいいわね。それじゃあ赤の占領を作っちゃいましょ。確か8個って言ってたからこれだけあれば十分よね。シックちゃん、ちょっと多めに集めておいたら、白の占領と混ぜてピンクを作れるかもしれないわよ。あ、ほんとだ。よし、それじゃあ最低でも16個は集めておこうかな。バラも生えてますね。よし、これで16個の赤い花が集まったわよ。これをクラフトして赤い占領が16個できるわよね。あら、なんか24個になってるんですけど。バラはちょっと大きいから占領が2個できるみたいね。バラ優秀すぎます。他にないかなぁ。あ、またこの花か。あれ、シオンちゃん、それさっきのライラックじゃないんじゃないか？え、赤紫色の花じゃないの？あら、赤紫色やん。あ、これか。シャー、やった、マリサナイス。本当にピンクの占領ができたわ。しかもまだ結構咲いてるからこれでピンクの占領も集まりそうね。最高なんですね。もう他の花がないから違う島に移動します。あれ、イカだ。イカスミが確か黒い占領の素材だったんじゃなかったでしたっけ？あ、確かにそれっぽい。よし、それじゃあイカを倒してイカスミゲットだ。もうイカがいなくなっちゃった。結局イカスミもこしか手に入らなかったな。まあイカはどこにでもいるだろ。あ、沈没船だ。倒れてるけど結構綺麗な形で残ってそうね。チェストいっぱいあるかな。食用しかありませんでした。なんかあっちの島に花がいっぱい生えてるのよね。あ、イカだ。イカスミよこせ。ということで新しい島に来ました。うわ、本当にお花でいっぱいですね。小さな島だけど花畑バイオーム判定なのかな。でも黄色い花がないな。お、あっちに白い花がなかったか。あ、ほんとだ。これスズランだっけ？これがあれば灰色を作るための白い占領が作れそうね。あ、よかった。ひまわりも生えてるじゃない。これで黄色い占領も作れるでしょ。ふむ、これで大体の占領が揃ったわね。それじゃあそろそろ私たちのアイテムを作ってもらおうかな。ゆゆこは作れそうね。え、私を最初に作るの？っていうかゆゆこしか作れないの？必要なアイテムは占領だけじゃないの？そうなのよね。核となるブロックを占領で囲まないといけないのよ。ふん、なるほど、そういうことなのか。ゆゆこの核には何が必要なの？ゆゆこは俵で作れるわよ。あ、食いしん坊のゆゆこらしいブロックじゃない。というか俵持ってねー。さっきなんか1000個麦あったでしょ。そうでした。よし、これで俵が完成。俵を真ん中に入れて、その周りに桃色の占領を。なんか見たことあるぞこれ。なんだ、採用時ゆゆこの何かって。あらあら、これは不思議ね。何なのかしら。気になりすぎて夜しか眠れません。それでこれをどうしたらいいの？そのできたゆゆこの何かをオフハンドに装備してみて。え、オフハンド？これでいいの？え、なんだこりゃ。なんか大量のステータス効果。お腹空いてます。あ、実にゆゆこ様らしい何かですね。ふふふ、そうでしょ。お腹が空いてるからこれで大量の食料が食べれるわよ。なんて素敵な何かなの。デメリットしかないんですけど。でもそれ以外の効果もついてるな。ゆゆこは最初に作る想定で、現世での物資集めに特化した効果にしてあるわ。お腹が空きやすい代わりに少しの移動速度上昇と跳躍力上昇。そして一番の長所はチートな採掘速度ね。よしねー、月が溶けちゃったんですけど、楽しいー。ふふふ、いいでしょ。ゆゆこの何かを装備すると採掘速度がカンストするのよね。これで序盤の鉱石集めがかなりはかどると思うわよ。ゆゆこの何か最高。
あ、でもやっぱり石はすぐには壊せないみたいですね。ツルハシを使えば壊せるみたいね。適正ツールの判定はあるからね。さあシックちゃん、ユユコの能力を使ってネザーに行く準備を整えましょう。任せなさい。はい、ユユコの何か本当に快適だわ。これなら鉄装備もすぐに集まっちゃうわね。なんか近くからゾンビの声がしてないか。どうやら近くに洞窟があるみたい。洞窟の方が鉱石集めやすいかな。あ、あったあった。それじゃあ洞窟で鉱石探ししましょう。おっと出たわねゾンビ。え、なんかカボチャから。ちょっと待って。いやいや、ちょっと待って。なんかこの辺めちゃくちゃモンスターズねー。いや今のは多かったわね。クリーパーもいたのがヤバすぎたよな。それにしてもカボチャをかぶったゾンビは何だったんでしょうか。普段からかぶってることなんてありましたっけ。なんなんだ。え、またいるんですけど、こんなに何体もカボチャゾンビが現れたりする。あ、そうか、今これ撮影してるのハロウィンの日だから、マイクラの世界のモンスターもハロウィン仕様になってるんじゃない。そんなこともあるのかよ。ロマジダスケルトンもカボチャかぶってる。こういう姉さんの遊び心もいいわよね。ブランチマイニングもストレスフリー。お、ダイヤだ。これはいいわ。採掘速度は上がってるけど、ツールの耐久値はモリモリ減っていくから、一応ダイヤのツルハシ用に確保しておこうっと。まあでもそこまで真剣に素材集めしなくてもいいかな。次に作る何かも優秀だから鉄装備があれば十分かも。あ、そうなの。オッケー、わかったわ。よし、それじゃあマグマだまり見つけてネザーに行くぞ。ということでマグマだまりを発見しました。あ、よかった。水がなかったからちょうど海の底と繋がってラッキーだったわ。でも表面が固まっちゃったので、これは行きと帰りの分の黒曜石を掘らないといけませんね。あ、そうか。よしこのために眠らせておいたダイヤでツルハシを作って、黒曜石も溶かしちゃうんだぞ。あ、あれ溶かせない。さすがに私の何かの力をもってしても黒曜石はそう簡単には壊せないみたいね。しょぼーん。まあいいや、それでも普段よりは全然早いわ。あ、そういえばまだイカスミが足りてないんじゃないか。うわ、そうだった。イカスミのこと完全に忘れてたわ。それじゃあ黒曜石20個集めてイカを探しに行かないといけないわね。ということでイカを探してます。でもいません。うん、なかなか見つからないわね。さっきもうちょっと真剣に集めておくべきでしたね。どうしようかな。なんか海よりは川で見ることの方が多い気がするから、あっちに大陸も見えるし川を探してみようかな。あ、いたいた。やっとイカが見つかったわ。よかったじゃない。結構いるからここでイカスミは集まりそうよね。あ、イカスミ9個になってる。よし、これで大丈夫ね。今のうちに灰色の染料も作っておこうっと。できた。黒の染料と白の染料を。あ、灰色の染料2個できるやーん。嘘でしょ。黒曜石掘ってた時点で染料足りてたやん。何のために地上に戻ってきたんだ。そんなの、そんなのって、そんなのあんまり。まあいいや。何回。まあまあ、これでネザーにも行けるんだもん。確かにちょっと無駄なことしちゃったけど、大したことじゃないんですね。嵐オンちゃんいい心がけじゃない。それじゃあ次のレシピを教えてあげようかな。次は黒曜石でマリサが作れるわよ。え、次はマリサなの？てか帰りの黒曜石足りなくなるやん。なんでもっと早く言わないんだ。ごめん、忘れてたのよ、許して。これでマリサの何かの性能がしょぼかったら許さないんだから。ふふふ、それは大丈夫よ、安心して。マリサの能力はネザーでの要塞探しに特化した能力になってるから。え、なんだろ、気になる。さて、それじゃあユーコからマリサにチェンジ。え、なにこれ、火炎耐性がついてる。ふふふ、気に入ってもらえた。ほうきで空を飛ぶマリサのイメージで、ユーコよりも強力な移動速度と跳躍力の上昇、それになるべく長く空中で移動できるように落下速度低下、さらにはマグマが怖くないように火炎耐性がついてるのよ。これは最高です。ネザー探索がはかどるんですね。なあレイム、私がほうきで飛んでるイメージはいいんだが、なんで風がついてるんだよ。だってマリサ運悪いじゃない。よし、ネザー到着っと。お、いきなりピグリに要塞があるじゃない。お、いいじゃないか。しかもキングロックの塊も今見えたよな。さあシオンちゃん、私の何かの能力であのキングロックをゲットするんだ。すげー。本当にユユコの何かよりも機動力が抜群に高いんですけど、これならすぐにあのキングロックのところに行けちゃうわね。ふふふ、最高でしょ。でもシックちゃん気をつけてね。機動力も高いしマグマにも強いけど、戦闘能力が上がるわけじゃないからね。あ、そっか、そうよね。オッケー、わかったわ。危なくなったらすぐに逃げてやるんだから。これは快適すぎます。いて、はいはい、邪魔するコア落としちゃいますよ。さようなら。よし、これで最後のキングロックね。これだけあればエンダーパールも簡単に集まるんじゃない。いきなり大量のキングロックが確保できたのは大きいですね。どうします、このままピグリン要塞を探索しますか。うん、どうしようかな。チラッとだけ見ていこうかな。ちょっと移動はすごいんだけど、早すぎてちょっと戦いにくいのよね。狭いところに入り込んじゃったら危ないから、あんまり無理はしないようにしようかな。それじゃあ早めにヨウムの何かも作りたいわね。え、ヨウムの何かは強くなれるの。そうなのよね。剣士であるヨウムの何かは戦闘能力に特化してあるから、強敵と戦うならヨウムの何かを装備した方がいいかも。作る作る。ヨウムの何かの格は何なの。ヨウムの何かは夏黒曜石で作れるわよ。もうちょっと優秀に手間取るかと思ったけど、ピグリン要塞
体のチェストなら入ってるかもね。そういう意味でもいきなりピグリン要塞があったのはラッキーだったわね。よし、それじゃあチェスト探すぞ。やばいやばい、ホグリンの接近に気づいてなかったわ。ふふふ、でもマリサの力で安全な場所にすぐ逃げれるんですね。さすが私の力。でもあのブルートがちょっと厄介だよな。そうなのよね、あそこにチェストはあるんだけど、この能力でなんとか安全な場所から攻撃できないかしら。よし、ブルートが上に気を取られて落ちていったから、これでチェスト開けることができそうね。これは渋い。うわ、これはピグリン要塞のチェストにしては大外れね。他のチェスト探すしかないか。安全に取れるところにあるかな。よし、ここからなら安全に処理できるわね。あっちにラージチェストもあるし、あのチェストの中には期待できるでしょ。納得溶石あったらいいですね。私も早く私の何かの能力を見てみたいです。よし、これで大丈夫でしょ。それじゃあチェストの中身を確認だ。さーやった、見て見てヨウム、夏黒曜石が入ってたわよ。やりましたね、シオンちゃん。早く、早く私の何かを作りましょう。まあまあ、そう合わせないの。このチェストの中身を取ってからね。よし、それじゃあ作っていくわよ。真ん中に夏黒曜石を置いて、周りを灰色の染料で囲います。あ、できたできた。今度ヨウムの何かができたわよ。どんな効果なのかしら。ヨウムの能力だからきっとかなり強くなれるんじゃないかな。よし、それじゃあ掃除してみるわよ。ワクワクが止まりません。え、何これ、なんか真っ暗になったんですけど、どうなってるの。戦闘力特化の何かで、いや、戦闘力特化の何かで間違いないわよ。でもユリコのことになると我を忘れる性格のイメージから、ヨウムの何かは盲目がつくようになってるわ。デメリット大きすぎません。あら、でも間違ってないでしょ、ユリコに対しては盲目なんだから。確かに悪くないかもしれない。ヨウムが納得しちゃったぞ。でも耐性もついてたわね。あやばいやばい、死んだ。あれ、熱くない。言ったでしょ、戦闘力に特化してるって。盲目で周りは全然見えなくなるけど、高い攻撃力上昇と耐性がついてるわ。基本的にダメージは受けないと思ってもらっていいわよ。最強、あやばい、壁にくっつけちゃった。これマグマに落としたら消えちゃうじゃない。とりあえずすぐに私の何かを装備したんだな。私の火炎耐性の効果で周りにブロックを設置して回収するしかないな。めんどくさい。でもこれ使い方次第よね。マリちゃんの何かを装備して素早く移動して、戦闘になりそうな時にヨウムの何かに持ち替える。これでエンダーアイの素材はかなり楽に集まるようになるんじゃない。あ、確かにそうかも。持ち替える前提だったら結構いいかもしれないわね。あ、シオンちゃん、私の何かも掘るときは使ってくれてもいいのよ。お腹すくからいいです。そんな、攻撃力も確認しておきたいな。こっちからピグリンの声が聞こえるのよね。あ、いたいた、一発です。これめちゃくちゃ強いじゃない。これは近くの敵と戦うときはマジで最強なんですけど。エッサブルートはいないかな。あ、いたいた、ブルートの一発、一発なんですね。あー、はっはっはっは、爽快爽快。こんな感じでネザー探索したの初めてかも。楽しい。すげえな、こりゃ。これならネザー要塞もすぐに見つかるんじゃないか。別に見つからなくてもいいんですね。普通に楽しんでるじゃねえか。お、ピグリンが2体いるわね。もうちょっと多い方が良かったけど、もうここでブツブツ交換しちゃおうかな。金ブロック15個あったらさすがにエンダーパール集まるでしょ。昨日ちょっとしかないのに12個も手に入ったもんね。これは期待していいんじゃないかしら。9個しか手に入りませんでした。まあ、ブツブツ交換って本来こういうものですよね。昨日のピグリンたちが優秀すぎただけですよ。うまい。しょうがないか。それじゃあごぼうの森も探さないといけないわね。お、はぐれごぼう人間だ。エンダーパール落としてくれないかな。マリサの何かで限界まで近づいて、ここでヨウムの何かに持ち替える。ドラー、落ちません。これは残念だったわね。やっぱりもうちょっと確保しておきたいし、歪んだ森は見つけないといけないかも。しょぼーん。あ、地面がなかった。でもマリサの計測落下で安全なんですね。あ、あれ、ネザー要塞だ。やった、これはいいところから落ちたわ。よし、それじゃあブレイズロット集めるぞ。よし、ブレイズスポナー見つけたわよ。ちょっと開放的だけど、ヨウムを装備したら安全に囲めるでしょ。ここでヨウムに切り替えて、スポナー周りなら暗くても問題ないもんね。ヨウム強い。ラフラフ集まっちゃうんですね。それじゃあごぼうの森探すぞ。あったあった、神父の森の隣にあって助かったわ。よかったわね、シオンちゃん。エンダーパールもサクッと集めて現世に戻りましょう。ふふふ、任せて。ヨウムとマリサの何かがあれば楽勝なんですね。私のも使ってほしい。お腹すくからな。悲しい。ごぼう人間、ごぼう人間。あれ、見当たらないな。シオンちゃん真下にいないか。あ、いたいた。よし、それじゃあ今度もマリサとヨウムのコンビ炸裂だ。悲しい。近づいてドーン。うお、ラストが撃ってきてる。盲目の相手に火の玉とか卑怯すぎるんですけど。はぁ、はっはっはっは。マリサの力を思い知ったか。多分ガストの方が卑怯だと思ってますよ。よし、現世に帰ってきたわよ。それじゃあエンド要塞を探そうかな。あれ、そういえばレイムの何かは。ふふ
婦、やっと気づいてくれた？私の何かが忘れられてるんじゃないかと心配してたんだから。まあ忘れててもよかったけど、3人の能力でもエンドラ倒せるでしょ。忘れないで。冗談よ冗談、霊夢の何かを作るための素材は何なの？私の何かを作るためにはエメラルドブロックが必要なのよね。え、エメラルドブロック？めんどくさい。やっぱりなくてもいいかな霊夢の何か。そんなぁ。シオンちゃん一つ提案があります。村を探してヤシと交易したらどうでしょうか？え、どうしたのよリュウコ、何をかしこまって。木材を集めるときに私の何かが生きるわよ。自分の何か使って欲しかっただけなんかい。だって、ネザーでは全く出番なかったんだもん。わかったわかったわかりました。それじゃあ村を見つけて交易しようかな。やったー。よかったですねゆうこ様。俺なんか用務が泣いてるぞ。やっと村を見つけました。まずは火打ち石を集めないといけないわね。これもゆうこの能力で。うわー。よし、次は木材と。あ、すごい。木材もかなりサクサク集められるわ。やっぱり私の能力も便利なのよね。ああ、ゆうこの能力便利だなぁ。ということで無事エメラルドと交換も終わったから、エメラルドブロックにして霊夢の何かを作っていくわよ。これでいいのよね。よし、できたわ。霊夢の能力はどんなのかな？採掘特化のゆうこ、移動特化の私、戦闘特化の用務ときて次はなんだ？体力が上がるとか回復するとかか？よし、それじゃあ霊夢の何かを装備してみるわよ。ほい、え、なんかめちゃくちゃ視野が広がったんですけど。いやいや、なんなのこれ、めちゃくちゃ大量のステータス効果がついてるんですけど。ふふふ、最初に言ったわよね。この世界は、私が最強の世界。私はほとんどの能力が最強の、万能戦士なのよ。すげえ。え、でも万能戦士なのはいいとしても、なんでわざわざ発光させる必要があるの？え、だってゆゆこの空腹とかマリサの不運とか、それぞれのイメージの能力もついてたでしょ？私ってほら、光り輝いてるから。眩しい。ははん、なるほどそういうことですか。いつもシックちゃんやシオンちゃんを鍛えるために鬼教官役に徹し、データパックまで作れるようになったにもかかわらず、相変わらず霊夢ひどいって言われてしまう霊夢。これはそんな霊夢の承認欲求が爆発した世界なんですね。霊夢頑張って。でもこの何かすごいわ。めちゃくちゃ速いしジャンプ力もマリサほど高くないから移動しやすいし、3人の何かのいいところを全て集めた感じなのよね。これはエンドラ戦が楽しみすぎる。ふふふ、そうでしょ？最高のチート能力をあなたに。あ、あったあった。ここだここだ。掘るのもサクサクだし、これは要塞にもすぐにたどり着けるわね。キヨシー。到着。よし、ポータル部屋もサクッと見つけるぞ。サクッ。本当にサクッと見つけてんな。4分半で見つかりました。家に結構かかってんな。行くぞー。トン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 ドーン。オースもより気合入ってる。よし、霊夢の力でエンドラもサクッとやっつけてやるんだから。とりあえずエンドラが真ん中に来ないと叩くの大変だから。それまではごぼう人間と戯れて遊んどこうっと。楽しいー。よし、真ん中に来たわね。さすがにこの霊夢の能力でも一発でエンドラは倒せないかな。これで終わりだ。絶対に言わないといけないわけじゃないからね。ということで今回は私が最強の世界でした。霊夢さん一番。これからもいろいろ霊夢が斬新な世界を考えてくれると思うから、気に入ってもらえたら高評価お願いね。それじゃあまたねー。バイバイ。